コルヘマルチネス・サルバドレスは、スペイン・バレンシア県、アルシラ出身の元オートバイレーサー。ニックネームは、アスパー。16歳の時、デルビの 50cc マシンで初めてレースに参加する。その後スペインの国内選手権で、多くのタイトルを獲得し、1982年の、ロードレース世界選手権、第4戦、ハラマ、50cc クラスでデビューを果たした。 50cc クラスが 80cc クラスに変更となった1984年第8戦ダッチ TT で GP 初優勝を遂げた。そして1986年には 80cc クラスの世界チャンピオンに輝いた。同クラスでは1988年まで3年連続でチャンピオンとなり、 1988年にはさらに 125cc クラスでもチャンピオンを獲得し、2クラスを同時に制覇する偉業を達成した。その後は 125cc クラスを中心に活動し、1997年シーズンをもって現役を引退した。GP 通算37勝は、スペイン人ライダーとしては、アンヘル・ニエトに次ぐ歴代2位の記録である。 ガボール・タルマクシ現役時代の1992年より、マルチネスは、自身が、オーナーのチームアスパーを立ち上げ、ロードレース世界選手権、ヨーロッパ選手権、スペイン国内選手権に参戦してきた。近年は、中、勝敗企量クラスの競合チームとして活躍しており、チーム所属のライダーとしては2006年に、アルバロ・バウティスタ、2007年には、ガボール・タルマクシ、 2009年には、フリアン・シモンが、それぞれ 125cc クラスのチャンピオンを獲得している。最高峰、モートジッピークラスには、2009年は、モートジッピークラスに、川崎のマシンで参戦する計画があったが実現せず、翌2010年にエクトル・バルベラをライバーに、ドゥカティ・デスモセディチで参戦することとなった。 1969年から1987年までのポイントシステム1988年から1992年までのポイントシステム1993年以降のポイントシステムありがとうございます。